福島市の二十歳の集いにはおよそ2000人が参加しました。保育士になりたいと思ってます。今年から実習が始まるので、実際に現場に行って学ぶことができるので、それに向けて頑張りたいなと思います。将来はまだ決まってはないんですけど、何か物を作るみたいな、ゼロから一を作るような人間になれたらなって思っています。式典に出席した多くの皆さんが生まれた2003年、記録的な冷夏に見舞われ、気象庁は梅雨明けが特定できなかったと異例の発表を行いました。この年世界の脅威となったのが新型肺炎 SARS の感染拡大。中国や台湾などアジアを中心に感染者が急増し、県内でも対応訓練が行われました。新型コロナの影響で高校時代は学校行事でもさまざまな制限があった皆さんにとって、二十歳の集いは特別な機会となりました。高校3年間くらいコロナで失われちゃってて、高校3年間ほぼコロナだったんで、そこでできなかったいろんな思い出とかを大人になってからやり戻したいです。目標にしてる大人はフローレンス・ナイチンゲールです。看護学生なので、ちょっとたくさんの人を救っていけるようになりたいです。20歳になったんで、これからね、その日本を支えていく僕たち、しっかり、今まで身につけた力を、仕事だったりそれぞれの道で発揮していきたいと、思います。いいね。久しぶりにみんなの互いの表情を見られた嬉しさが、これ非常にこれ大きかったと思いますし、何よりも決意をですね、しっかりと言葉で表現していたっていう心強さありますよね。はい、もう私ももう4年前の話なのかと思って今驚いたところだったんですけれども、こう目標を語る姿がキラキラと輝いていて羨ましかったです。はい、はい、多くの参加者が生まれた2003年は、自衛隊のイラク派遣や SARS の感染拡大などの出来事がありました。この年の流行語、豊島さん分かりますか？難問ですね。かなり難問です。ピエン、そんな前でしたっけ？分かった、はい、当てに行きます。はい、ゲッツ。あー、ちょっと近いかも。近い。答えはですね、アンドターンの方。アンドターンじゃないです。アンドターン、ね、答えはですね、なんでだろうでした。結構ニアピンでしたね。はい、惜しかったですね。県内では45の市町村で昨日までに式典を行っていて、対象は全体で 18,210 人、過去最も少なかった去年に比べて98人増えました。